はい、はい、原井さん、はあ、運動はちょっとぜひ頑張っていただきますけど、はい、さらに食事の方も一緒に頑張っていただきます。そりゃそうやろね。初めてダイエットをやろうかなと思われてる方もぜひ参考にしていただきたいんですけど、はあ、こちらね、私一応ちょっと書いてきたんですけど、まあ、この画面上に出させていただきますけども、はい、まずですね、ちょっと見ていただきたいんですけど、うん、まず基本ルールとして、はい、よく噛む。なんでよく噛むと体にいいっていうか、その痩せる理由は何なん、まあ、ゆっくり食べることによって、うん、満腹中枢がしっかり刺激されて食べる量を抑えることができる。急いで食べるとお腹減ったままの感覚でそのまま食べてしまうので、いくらでも食べてしまうっていうのがちょっとセンサーが反応するまでに誤差があるから、はい、ってことね。そうです、うん、ゆっくり食べて健康にもいいですし、うん、体調を整えるっていう意味でもね、大切なんです。で、当然ですけど腹7分目、うん、食べたとしても8分目、はい、毎食しっかりとタンパク質とビタミン、ミネラルと食物繊維は取ってほしいんですよ。タンパク質って一番分かりやすいのは何ですか？タンパク質は肉類、魚、卵、豆類、乳製品が主なものです。あ、はいはい、で、ビタミンっていうのは例えば野菜とか、うん、野菜でいい、海藻類で、冷たいものを取らない、これもぜひお願いします。なんなん、お腹壊すから、これなんなんこれ。いや、本当でも基本的にそういうのもあるんです。やっぱりちょっとダイエットで僕が怖いのは、うん、急にやっぱり食事環境とか運動環境が変わるので、はい、体調もね、壊してほしくないっていうのもちょっとありまして、もちろん冷たいものを取って体を冷やすとエネルギー消費もちょっと代謝が下がってよくならないっていうのもあります。健康を守る上でもお腹の調子を整えるっていうのもダイエット非常に大切なので、はい、ちょっとできるだけ氷の入ったものをガブガブ飲んだりはしない。まあでもこれ夏ではないので、はい、うん、守れんこともないかなと思ってます。まあこれは運動されてるんで大丈夫と思うんですけど、うん、水分もしっかり取りながら、はいはいはい、お願いします。はい、この調理方法なんですけど、同じ食材でもカロリーを下げていけるので、ちょっと意識してもらって。唐揚げが、でも鶏は一番うまいけどね。焼くチキンソテー、ま、にしたりとか、例えばまあそこちょっと茹でたりとか、蒸し鶏、はい、まあ、魚だったらフライじゃなくて焼いたりとか、まあ刺身でもいけますよね。カロリーを段階的に減らしていってほしい。わかりました。で、お腹が減った時は間食するタイプですか？する。何食べます？お菓子。子供と鶏合うからのお菓子。パパ食べてやろってめっちゃ言われるもん。甘いものもポテチとかも好き。子供と取り合いする、取り合いするぐらい好きだな。まあもちろん絶対ゼロじゃないんですけど、うん、例えば甘いものが食べたかったら、このプロテイン、プロテイン食べ物ちゃうやろ。でも甘いようにね、しっかり味付けされてあるんですよ。へえ。僕あの原井さん渡しさせてもらったのは、あ、もらってる、はい、あれあの本当人工甘味料使わずに、うん、ラカンカというですね、果物の粉末パウダーとかでカロリー抑えたやつとかでやってますので。プロテインってその筋肉をつける人が飲むもんじゃないの？プロテインっていうのはタンパク質を粉にした状態です。牛乳のタンパク質を粉にした状態。タンパク質っていうのはどんな人でも大切な栄養素、まあ取らなあかんよね、はい、足りない部分は補う。飲めばいいっていうもんでもないんです。例えば間食でお腹が減って脂質と糖質の多いお菓子食べるんだったら、うん、タンパク質が多くて、あ、まあ、だから言うたら極端に言うたらプロテインっていう、まあ言うたら牛乳飲んでるようなもんだよっていうことなの。牛乳の、はい、タンパク質を凝縮したような感じ。だからおやつでおやつで食べるんやったら牛乳飲んでる方がいいでしょっていう理論ね、はい、そうです。栄養素とカロリーのバランスが全然違います。はい、原西さん、お菓子をですね、今話聞いたら食べるということなんで、唐揚げくんとか七チキとか、はい、ファミチキとかなくして運動をしといて、この世から、この世から。いやいや、そっちの方が多分時間かかる。7、8年はかかると思います。いや、もっとかかるかもしれない。そうやな。ちょっとこれ意識してほしいのが、はい、お腹減ったらこういうのにしましょう。わかりました、はい、朝食食べられますか？いや、多分食べへんねんな。体作りとか、はい、ダイエット、まあ、筋トレもそうなんですけど、朝食は非常に大切なんです。というのも、夜ご飯食べて寝るじゃないですか。で、朝何も食べずにお昼までだったら12時間ぐらい何も栄養がない状態で、そこでお昼を食べるとやっぱり一気に吸収してしまって体脂肪になりやすいっていうのもあるんですよ。あー、なるほど。だから急激にお腹を減らして急激に食べると、え、でもな、はい、筋肉、例えばさ、夜仕事がある日あるやんか、はい、で、別に何時起きてもまあそんな夜まで寝続けることないから、はい、って言って無理して朝起きるのじゃん。起きます。え、僕はなんで、なんで。もう本当に栄養不足にならないように、それ筋肉は常にこう分解してしまう方向に行ってしまうんで、せっかくトレーニングしたのに朝ごはん食べないだけで成長が遅くなる。へえ。じゃあその筋肉のために起きるってことじゃん。はい、で、この筋肉のためというのがダイエットのためにもつながる。まあまあそれはそうやけどな、はい、量はそんなに食べなくてもいいですけど、こういうのを意識しましょうっていうので、ちょっとメニューを用意しました。オートミール食べたことあります？こういうのです、オートミール。違う、全然違うね、これ。見たことないですか？麦なんですけど、オーツ麦という、おかゆみたいにできたり、ちょっと甘い感じで味付けできたりとか、これ朝とかはすごいおすすめです。タンパク質も豊富ですし、はい、食物性もすごい豊富なんで、はい、全然いいと思います、はい、例えばこういうのとか、はい、全くもう食欲なくて絶対無理っていう時はプロテインを軽く飲んでほしいんですよ。こういう感じで、そんな量めちゃめちゃ飲まなくていいので、うん、ちょっとおすすめということでまとめましたんで、うん、はい、なんかあったらこれみたいに参考にしてることですか？はい、わかりました。はい、これを渡します。
わかりました。お昼夜とかはできるだけ和食系のもので、うん、余分なものを食べないような感じで、うん、もサポートさせていただきたいと思いますんで、はい、花西さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。さあ朝8時3分です、ね、はい、朝ごはん食べましょう。朝ごはん代わりにこのオートミールを食べてくださいけど、はい、まあ、せっかくなのでどんな味かっていうのをね、はい、朝ごはん代わりに食べてみたいと思います。お願いします。オートミール入れまして、まあ、このくるみがなんかいいなったので、くるみいいですね、はい、入れました。はい、で牛乳ですね。どれぐらい入れるのかな、牛乳かね豆乳でね食べていただきたい。いいのかな、いいのかな。はい、こちらメニューを原西さん見たんでしょうか。作り方ですね。あら、もしかして彩りゼロ、彩りがゼロです、ね、いや彩りはねそうなんですけど、ベリーとか入れたらいいのかな。誰に見られるわけでもないので全然、まあ、それよりも原西さん、もしかしてそのままいっちゃうのかい、いっちゃうのかい。原西さん、これちょっと温めたりしないと、そして何かこう入れてもらわないと。美味しくないですね。そりゃそうでしょう、原西さん。美味しくない。そのまま食べちゃったのかい、うん、なんか慣れてないからかな。いやいや、そんなことないんですよ。いや、そりゃそうなりますよね。味がないんですよ。甘み、辛み、酸味がないんですよ。いや、そりゃそうでしょう。原西さん、そっちを見るよりも私た作り方を見てください。どういう風に食べてるのか、栄養が取れてるの。もちろんです。栄養が取れてるから、なんで食うねんって話になっちゃうから。そりゃそうです、栄養が取れてるんですよね。信じて食べますよ。めちゃめちゃ栄養入ってます。なんか入れないとダメかな。いや、だから原西さん、この作り方見てほしかったのに。美味しくないでしょう。いいよ、オートミールを食べてみました。さあ、今日の晩ご飯ですけども、はいはい、青菜のおひたし、れんこんのきんぴら、ちりめんじゃこ、焼き鮭、ご飯と、いいですね、青さとわかめかな、おいしそう、お味噌汁、温泉の朝ご飯的な夕ご飯になってしまいましたけど、僕もともとこういうの大好きなので、はい、あのご飯に関してはちょっとあんまり無理せんでもおいしくずっといただけますね。いや、素晴らしい晩ご飯ですね。奥様に作っていただいたと思いますが、栄養バランスも素晴らしいと思います。そうや、ゆっくり食わなあかんねや、忘れてた。そうですよ、ゆっくり噛む、忘れてました。それも原西さん、ゆっくり噛むかな、ゆっくり噛むって言ってるのがちょっと気になるんですけども、一応伝えさせてもらったのはよく噛むなんですよね。はい、これね、この後ちょっと見ていくと分かるんですけれども、特にのメニュー的には問題ないんですけど、ゆっくり噛むっていうのがなかなかできないんですよね。ゆっくり噛むになっちゃってるんですよね。よく噛むです。だからね、これちょっと見てもらったらね、原西さん確かにゆっくり噛んでるんですよ。これは違和感ある。確かにそれは違和感出ますよね。すいません、僕の伝え方がもうちょっと詳しく伝えればよかった。いいですね、でもゆっくり噛んでもいいんです。よく噛むとね、しっかり伝えればよかった。しかし、ありがとうございます。慣れていたら知らないですね。まあ、頑張ります。時刻がお昼のもうすぐ3時近くになりますけども、はいはい、完食をやめてくださいと言われて、そうですよ、このプロテインに変えてくださいと言われました。しっかり飲むの初めてちゃうかな。初めてですか。なんかこうお薬を飲むようなイメージがあるんでね。そういうイメージありますよね。とりあえずあの飲めって言われてるんで、はい、いきます。どんな味なんやろ。さあ、初めてのプロテイン、どんなリアクションでしょうか。うまっ。お、笑ってますね。めっちゃうまいけど、え、これめっちゃ美味しいでしょ。これはリッチバニラ味。そうなんです、リッチバニラ味です。めっちゃうまいよ。何これ。ああ、よかった。なったら飲みたくなるような味ですよ、これ。あ、いいですね。うん、全然大丈夫です。これは良かった。おお、ちょっとお腹おかしいのになります、ね、そうなんですよ。あ、これは大丈夫、これは完食しなくていいですよ。わかりました、筋肉大丈夫です。よかった、続けそうですよ。ありがとうございます。さあ、11日目の、晩ご飯でございます。こちらでございますね、はいはい、小松菜の煮浸しでございます。アオリイカの刺身、はい、もずく、鶏むね、ささみですね。あ、いいですね。もち麦ご飯とお味噌汁になっております。ほとんどこの感じのメニューなんですけども、飽きないですよね、好きなので。いや、素晴らしいバランスですね。調理法をしっかり考えてね、うん、カロリー計算もしてもらってると思います。タンパク質も十分です。筋肉のネタでね、ポパイのネタがありまして、ほうれん草を食べたら力が出るっつって、食べたけど力が出ない、なんでや、これよ見たら小松菜やっていうネタありますよ。懐かしいですね。ちょっとね、こちらのチャンネルでやってもらってもいいんじゃないですかね。ありがとうございます。その後ちなみにね、どうしようどうしようっつってね、小松菜っていうところのダジャレまでありますからね。ゆっくり食べるのもだいぶ慣れてきました。なので食事の面では全く問題ございません。11日目です。
13日目ですね、いよいよゴールが見えてまいりました。終わりました。はい、というわけで、はい、本日原西さん、はい、2週間経ちましたんで、ね、結果発表でございます。よいしょ。いやー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがだったですか？なんやろ、ほんまにむちゃくちゃしんどい、苦しいっていう時期はなかったの。この回数があと何回かで苦しくなるっていうのはありますけど、はい、なんかもう夜寝れないとか、食べ物のことを思わず考えるみたいな、はい、そういうのはもうないです。ということは、お食事もそれなりにちゃんと食べて、正直しっかり食べました。そうですよね、はい、無理してたらどっかで反動が来ますけれども、うん、ただ気合で頑張ったみたいなのは特になかった。ないです。おお、いいですね、はい、さあ、それでは2週間経ちまして、こちらですね、今日が、11月の9日でございます。まず体重と体脂肪と筋肉量を測りましょう。はい、わかりました。待ってください、見た目的には、あれ、うん、お腹周りはなんか減ったんじゃないかなっていう感じになります。体感はあります。あります。俺がそこに座ってて、小学校4年生の子供がさ、ここを枕で寝てたのよ、はい、寝心地がいいと。ちょっとあれ、パパ枕低くなったねって言われたら、枕が言われました。言われました。ということはもう確実に減ってますよ、はい、だってその娘さんはしょっちゅうそうやって、そう乗ってるからね、わかるわけですから、はい、いや、楽しみだ。楽しみですね。はい、でいつも通り同じように持っていきます。はい、いきますよ。出ました。出ました。78.15、 26.3%、 そして 54.65。 じゃあちょっと見てみましょうか。はい、さあ、というわけで計算しました。はい、しました。2週間で体重は 3.3 キロも減りました。田原さん、3キロ、いや、すごいですよ。 3.3 キロって結構バーベルで持っても片方やったらまあまあ重たいよね。まあまあ重たいですよね。これで体脂肪率はマイナス 1.3% いってます。すごい。そして筋肉量的には 1.3 キロダウンはしました、うん、はい、まあ、これはやっぱちょっと水分量が減ったとか、なるほど、そういうのもありますので、うん、完全に筋肉だけが全部減ったっていうことはないですし、はいはい、まあ、ダイエットしてたら多少なりとももちろん減るのはあります、うん、3.3 キロ、いや、そうですね、2週間で、これすごいと思います。すごいと思いますね、僕も。ポイントとしては、はい、普段筋トレはほぼしてなくて、で、そのたったの3種目で、しかも食事は無理ない範囲でやってもらった。ここがね、すごいと思います。そんなに無茶せずに、うん、49歳の男性が 3.3 キロ2週間でこうやったっていうのは、これすごいことです。筋トレで脂肪を落とすっていうことをやったのが初めてなんです。はいはいはい。近くに公園があるから、ランニング、いわゆる有酸素運動のみで落としたことはあるんですけど、はい、やっぱり筋トレにかかる時間と有酸素運動で公園を例えば6キロ走るとかっていうことを考えた時に、筋トレで脂肪を落とす方が僕は楽でした。筋トレって結構ね、避ける方、特に女性であんまり筋肉つけたくないっていう方で避ける方もいらっしゃるんですけども、本当はね、効率を考えたり、はい、その後長い間筋肉をできるだけ落とさずにリバウンドしにくいようなダイエットで考えたら、筋トレっていうのはめちゃくちゃ短時間で効果の高い運動なんですよ。筋トレって名前ついてるから筋肉、これ動画見て分かると思うんですけど、僕結構筋トレやったでしょ。でも筋肉はむっちゃ増えてるわけじゃないでしょ。筋トレって脂肪を落とすんだなっていうことを知らなかったんですよ。なるほど。筋肉つけたいから筋トレをするっていう、その世間のイメージ通りの頭しか持ってないから、はい、だからそういう方も多いです。そう、脂肪を落とすんだったら有酸素だろって思うんですけれども、うん、代謝を上げるとか、はい、筋肉も傷ついたら回復するエネルギーが必要だとか、うん、そういったところで体脂肪も使われますし、そう、エネルギーとして脂肪を落とすのにも筋トレも有効だぞという、そうですね、もう初めて知りました。よくね、ダイエットとかでビフォーアフターでむちゃくちゃ劇的に変わってる人とか、ぽっちゃりやのにムッキムキになってるとか、こんな人ばっかりじゃないね、のぞみって。はいはいはい。そういう人もいると思いますよ。はい。でもちょっと俺のビフォーアフター見てほしいんですよ。写真撮りましたんで、これ見てもらいましょう、はい、ちょっと写真撮ってびっくりしたんですけど、はい、特にね、これ横から見てください、うんうん、で、本当にこれ写真撮るときに僕も分かってましたけども、原西さんも多分そのつもりだと思いますけど、はいはい、わざとお腹を出したり全然やってなかったです。やってない。これは本当に、はい、でも横からとか見たらとんでもなくお腹の感じ違う、ラインは変わってましたし、はい、なんか胸の周りもなんかスッキリ、そうなんですよ、胸のちょっと筋肉がついてるのがなんか分かるなという、はい、それは体脂肪が削れて立体的になってきたと思うんですけど、これがやりたいねんっていう人いっぱいいると思うんですよ、はい、にはもううってつけのメニューです、はい、僕としてはみんなできるよって思いますね。そう、僕も50、49ですからね、はい、じゃあちょっと原西さん、はい、ウエストも一応測ってみましょうか。やりますか。あー、全然違う。あ、そう。
今見てください、はい、こちら93センチでございます、はい、何だこれ、はい、一番最初のロケ日が、はい、服装が違うんで、うん、あくまでもちょっと参考程度にということなんですけども、はい、最初測った日が99センチです、はい、ほーなるほど、だから6センチ減ってます、ウエストバリバリ減ってるんですよ、はいはいはい、これは主に内臓脂肪が減ったと思います、ここの周りほんま自分のスッキリしたなと思うんですよ、ハラリさんもどういう思いでやったとか、はい、コツっていうか、はい、ちょっと苦しかったなっていう点とか、はいはいはい、実際やってみてどうだっていうのはトークの方で、わかりましたわかりました、はい、じゃあじっくりお話しさせていただきたいです、あ、わかりました、はい、お願いします、2、3週間で 2,3 キロ痩せたい方はぜひこれやってみてください、はい、はい、ハラリさんもね実験済みでございますから、実験済みでございますので、ぜひ皆さんも挑戦してみてください、はい、コンビで、はい、藤原調合キーンというチャンネル、はい、そして僕個人であの原西ギャグクラブというチャンネルをやってますので、もしよかったらそちらの方も見てください、ぜひお願いします、チャンネルの方チェックお願いします、うん、さあそれでは最後一緒に締めたいと思います、はい、いきます、はい、せーの、